さあ、やってまいりましょう。手持ちのつぼすべて紹介し終わるまで終われません。続きましては、ネジネジグーフィーキングダムハーツよりというものです。キングダムハーツはね、やったことないんですけどね、友達がやってるのをこう見たことがあるっていうものですね。あの主人公が、まあいろいろシリーズがあるんですけど、初代主人公なんかはね、確かソラでしたっけ。ね、まさかのね、武器が斬新だなと思いましたけどね。で、こういろんなね、こう、ああいうアクション系の主人公ってこう武器ってなんか剣とかね銃とかそういうのがあるじゃないですか。まさかの鍵っていうね、毒殺ってなんか剣で切るよりもなんか若干痛々しいみたいなね。さあどんなスキルだ。スンスンスン、逆 Z って感じですね。ドリーの逆バージョンに進んでいくっていうようなイメージですね。はい、横ライン上にツムを消すっていうけど、まさか3本線で引くとは思ってなかったですね。ということは何、縦縦を持ってたけど、縦で守りながら戦うツムかなんかなんだ、ツムじゃないや、キャラなんですかね。うん、じゃあもう一回いきましょう。縦を用意して、スンスンスン、縦というよりはなんか何あれ、乗り物よくわかんないや。はい、お、いいね、一気にいきましょう。もう一回、スンスンスン、あ、地味だったな。はいね、あとはあのキングダムハーツではね、やっぱりまあ FF シリーズとのコラボレーションっていうのもありますからね、セフィロスとかね、クラウドが出てきたシーンなんかっていうのは結構興味深かったですね。まあちょっと YouTube で見たくらいなんですけどね。うん、さあ行きましょう。これでも本当に立って、それとも何、簡単なソリ的な乗り物なのかな。でなぜか全部消さずにこうちょっと中途半端な感じになってるっていうのが気になるけど、もう一回行きましょう。再びスンスンスン、ふい、はい、ちょいちょい、ふい、タイムアップ。はい、ということで逆 Z 型に消していくというツムでございました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。